はい、コニコレです。今回ですけども、カンコレアーケードの300円ガチャやってみたいなと思います。ヘイテトク、早く当ててくださいって書いてるんですけどね、なかなか当たらないと思うんですけどね。一回300円で、大当たりがね、この2人なんですよ。で、個人的にですけども、金色と銀色なんでね、多分こっちの方が高いと思うんで、間違いない。しびれ出るまで頑張りたいと思います、今回はね。いきます。やる以上やっぱトップを目指さない。300円です、ちょっと高いです、これ。あ、一発目が当たるとかないか、これ、ほんま。ないで、一回もないで、今まで。あとでかっこいいやな、ほんま。かっこよすぎやろ。スローパーって書いておくわ。お、2枚え2枚しか入ってない。多分高いやんな、1枚1枚。多分そうやな。お、これ結構入ってる。3枚やほんま。3枚え1枚しか入ってない、これ。お、なんかでもレアっぽいよ、なんかこれ霧島。は3枚。3枚えタモちゃんと この味ね。2枚。超高い。高尾さん、ゲームのアプリでもガチャがあるけど、やっぱ本物のガチャはやっぱ格段に楽しいで、うん、たまらない、うん。はい、こんな感じで熊と立った短い山多いな。名前がすごいな、うん。これキラとかないんかな、ほんま。光っとうカードって光っとったらもう高いな、そのすでに。ちくま三日月。まあまあ光っとうイメージないだろ、観光のカード。ないな。はい、こんな感じです。はい、これね、白雪姫ね。はい、こんな感じです。はい、これね、タツタと北上。1枚から3枚ランダムに入ってる感じですね。大当たりで欲しいな。うん。はっ、はい、こんな感じです。緑の髪の毛。ほい、そい。はい、こんな感じです。お、さざ波初めてやな、これ。ほんまやな。すげえ名前覚えづらいな。しまかせぐらいしか俺多分覚えてないわ、今。ほい、もう一回当たったやつやな、これ。なんか雪がさっき当たる仕組みはそうと思えへんけどな、これ。うん、そう思うけどな。店長のことやから、多分そういうこと多分しとくからな。ほっ。あ、まだ白雪姫や。やっと。こんな感じです。初雪。17回目です、これ。まあ、だからこれで5000円ぐらいですかね、17回なんで。ほっ。誰や、300円。ほんまやな。アンコレとこのラブライブとか、ほんますごい人気やと思う。牛に来たやな。ブーブー来てたな。はい、こんな感じ。かすみ。かすみふそらせじて。もうそのちょっと確認はええかな。まあ、多分どうせ店長印ついたやろから、うん。これはもう一旦ぐらい。こういうことでいくか。放送で行きます。これがね。早いなー。いや、俺はもう見てて。あれと慣れたよ。30個。9000。9000いっても今は出る。あと3回回したらもう。ああ、1枚やな。結構出にくいな、ほんま。あ、くそ。どうする雪風って分かってんの。俺逆に雪風やがったら初めてんじゃん。すごいと思う。今まで一旦思うたもんないやん、すごい。やっと認めれる。俺の予想を超えてて、これ間に合わないから。まだ雪風すら分からない。確かにな。もはや。もうその時点ちょっと外れたわけやん、俺ら予想は。確かにな。声に出る分超えてくれ。声に出る分超えてくれ。俺、うわ、出てこないの。1万2000円、どれぞいく。これ1万2000円やで。もう来る。来たー、来ました。またこれね、これは何やった、これ。しぐれか雪風か、いきます。ドドあー、やっぱか、やっぱか。これ飲まれ、もう高いの。こんなん言ってもこれほんま大当たりなんか、これ。一応置いときますね、これ。1万2000円目で当たった。こんな感じで 40×300、 1万2000円なんだ、これ、ね、これまだ1万円いかなかったもん。もう連続できたら認めるわ、店長の。俺ほんまに連続は出てない。いや、わからん。あー、さすがない。ほら、さすがそこ甘くないか、人生。絶対甘くないわ。こういうの子供の頃に学んでおくとな、難しいんだな。子供は気づかない思いで、このジンクスに対してな。ほっ、くぅ、ほら、カンコレアーケードだから、ほんま大人向けの方のカンコレだよな、これ。多分子供でやろうもんね、結構きついやん。平とかの方が全然子供食いつくやん。確かに。あ、おおおおおお、出ない。嘘、ほんまや。こっちの乗ってなかったよ、こっち。普通観光はいつもあるのに、どっちもに。そんなに大当たりなの、逆に。1万6200円ぐらい。まこれなんか違う気もしてきたね、これ。やばい、なんかもう嘘の時にもうなんか来るね、これ。ドーン、うわー、ほんまや。お前高っぞ、これ。ちゃうやん、ちょっとだけ。これ全然レベルちゃうやん、ほんま。全然ちゃうやん、これ。これ全然レベルちゃうやん、これ。でも聞きられんじゃないもんな、まず右は。ちなみにこれどこまで入ったのな、これ。大当たりなくしてからさ、回すやつなんか多分おらへん。まあおらへんな。最後見たのか、いっぺん。もうええわ、言ったらな、うん。まあ1個は多分な、調査された時のために入れたと思う。まあ、まあ、確認したら何個入ったのか見るわ、ちょっと今回は特別に。これを逆に予測しとって入れたパターンかもしれない。俺がこうやってやることか。パパなんですよ、それを読んで。結構あるな、これ。4のパターンもあるけどな。2、4、6、
正反対じゃないとだって。俺ゲット。嘘。ほら買いとる。で、ほんまや。売り切れ。で、何個やった？6個。一応後ろ残しとこうみたいな感じだな。そうやな。なるほどね。はい、ということで今回は。一応まあこれもう売り切れまで行っちゃいましたね。ボックスからしてしまいました。もう売り切れ、売り切れまで行ってました。売り切れまでかかったお金ですけども、一応300円はぁ、でも結構そうやな、安いな、これ思った以上。いやこれはデッキリや、ほらこれデッキリ入らせた。ちょっと肉かずけこれいらんわ、まあ、左はちゃうもんね。デッキ入るデッキリや。あ、でもとりあえず今回はね300円のカンコレアーケードガチャやってみたんですけどね、まあ、一応売り切れまでやったんである程度の検証になったから、店長の修正がねもう分かったと思うんでね、もし利用する人はそこを読んでね、きっちり言ってほしいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。はい、恒例の査定タイムまして、はこれ多分ね、お予想しますよ、これ多分5000円。あー、5000円。まあでもそれぐらいしてもおかしいな。これは500円ぐらい。1000円は欲しいけど、1000は行くこれだって、行かんやろこれ。まあ、いかんか。誰かですよ、これ1000円。じゃあ、いきます、査定。じゃあお願いします。はい。いやこれ結構いいカードでしょ、ぶっちゃけ。そうだ、手伝わるもんな、持った瞬間ちゃうもんな。あの、あれと似とって、あの、あれと水木奈々のカード似とる、ほんま。重みが。ちなみに、まず雪風。はい、早いな、雪風出る。雪風全部早いです。1100円。とかっ。なんでだと、いいカード。なんでだと、なんで高い。これ、コモンじゃないんです、ノーマルじゃないんです。ノーマルじゃないですか。え、ちゃうんすか。他の箱のやつ持ってます。よく見たら色が違うんですよ、背景の色が。あ、なんかちょっとレインボーみたいな。確かに。そういうことですか。そうそう。え、一番ね、こういうのが黄色。それはね、こう、もっと上の方。え、遊戯王でいうとこのスーパーレアあたりのレアリティですね。え、それ、やってんじゃん、これ。それはね、まあ、見た目がなんか確かに人気出すの見た目ですからね。30円ぐらいかな、今の。安いな。うん。まあ、1100円ですよ。高かったな。レインボーの柄がいいと思います。そうそう。レインボーの上がこれなんだ。これはね、実はレインボーより下なんです。え？レアリティ。でも買い取りは4000円。4000円。カンコレアーケードってそもそも、はい、まあアーケードゲームなんですけれども、はい、その貝ってついてるじゃないですか、しぐれの。あ、はい、貝。その貝ってやつはしぐれを育てて、はい、ノートをプレイした人が、はい、特定条件じゃないと出てこないんです。リアリティは、こっちの方が上やねんけれども、こっちはもう最低条件しぐれを育てとかんとあかんの。普通の貝じゃない方のしぐれ、ほう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 、ないと出てこない。めんどくさい。そう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 。2つで5000円。思ったよりも高い。確かに、まあ、とりあえずこいつねデッキ入りました。栄養に見えてたもん今。もうなんかレインボーだから値段が逆転することもあるかもしれん。ちなみにコモンは1枚30円、はい、コモンは1枚30円。これ全部ってことか。そう、それぞれ1枚30円。これ結構、結構これあるから30円で100枚だったら3000円。うん、結構高いな、普通に俺が当てたやつだけでも。確かにな。だからトータルで見たら初出のやつでも結構高い。最低90円前後ぐらいするから。はぁ、全部売ったら多分1枚超えるで。今遊べないんですよ、それ。ほう。設置店舗が少なくて、はいはい、結構並びとかが出ちゃってるから、はいはい、カードだけ欲しいって言うても、ね、手に入らないっていう、意外とプレイできないんですよ。なるほど。ノーマルカードもね、売れるんで、まあ、もしやってる人がいたらノーマルカード余ってるんだったら売ってみてください。30円ぐらいで買い取ってください。コンボ1枚十分やろ。うん、十分。じゃあ終わります。ちなみに当店には11月にいますので、また次。ああ、らしいです。ぜひ遊びに。ちょこっと宣伝入れてきましたね。お願いします。